どうも皆さん、こんにちは。えー、ただいま、あの、ご紹介、していただきました、斉藤と申します。えー、小室市の、古文書調査室の研究員を、させていただいております。で、あの、本当にお詫びしなきゃいけないんですが。青木先生の、あの、ダイナミックなお話と違って。あの、私は、あの。ええー、多少、パワーポイント、も。多少はできるんですが。 えー、それを使うとあの,あのような動きのあるお話ができなくなってしまいますのであの従来通りの資料中心でしかも動き回らないであのお話しさせていただきますがよろしくお願いします。であのレジュメとお資料あの分けて、えー、配っていただきました。その方があの 見ていただくときに見やすいかなと思いまして、そのようにしておきましたので、それで資料の方にはナンバー1、ナンバー2というふうに番号を振ってありますので、そ,れをその番号を申し上げますので、資料の方をご覧いただけたらと思います。それでは早速、入らせていただきたいと思います。 え資料のあのナンバー一をーご覧ください。えー、そこにあのえこれはあの碑文の拓本なんですがあの実物はですね人の背丈よりも大きなあのこ大きな石の碑なんですが畏徳 <music>、えー、碑というふうにあの大きく上に書かれてますでえその。 拓本の上にあのその、えー、石碑の前にですねあの説明の板がまあ立てられてましてそこには「牧野公伊徳久というふうにあの書かれてまして小諸、えー、藩主牧野まあこの,この方のです、ね、この伊藤久になるわけですがこの泰氏という人はですね 笠間藩の牧野氏の出身で天保三年に小諸藩の牧野氏の九代藩主となって、まあ、あの小諸藩主というふうになるわけですね。でこの時あの15歳でその後46歳で亡くなりますので31年間にわたり その小諸藩政をつかさどるとで、えーまあ、幕末絶世の名君と称えられたというふうにそこにはまあ記されていますでその、まあ、辞席ということでいうと取得、えー、法主徳法ですね主徳、えー、これは牛首徳法ということのようですがそこに宗師、まあ、というふうに書いてありますがこれはちょっと あの言葉ととしてあのどうかなと思いますあの首都法をあのいち早く小諸藩へ導入した、まあ、そういう意味ですねそれから養老育児法の実施食産工業治水開発の奨励学問あすみません様式があのご職になってましたあの西洋式の間違いですあの西,西洋式の兵法の 採用など多くの実績を残したとそれから幕政にあの参与して、えー、総社番若年寄りを務めたと老井直介からあの非常にあの信頼されたというふうに言われています、まあ、そういう方ですがで <laughs> あのレジュメの方に書いておきましたが あのこの小室藩の牧野氏の養子となったのは天保三年ですが実はその翌年の天保四年はあの佐久地方は非常にひどい飢饉に見舞われますそれから三年後の天保七年にはですねさらに大きな飢饉に襲われる、まあ、そういう 危機の時代にです、ね、この安年という人はまあ藩主となったわけですが、まあ、それにめげず近代いや私は現代にも通じるというふうに思ってるんですが、えー、近,近代どころか現代にも通じるう施策を家臣と共にです、ね、次々と打ち出したと言えると思います。で例えば あの先ほどの説明版にも書かれてましたが、えー、具体的にはです、ね、あの子どもを出産した貧しい家庭へもみを与えるという、まあ、今,今でいう育児支援ですね、それからは80歳以上の高齢者へ米を与える、えー、これ、就寝ですね、まあ、今でいう高齢者支援ですね、えー、そういうことを行っているわけですね。 でさらにその伊特妃に特筆されていますが「守党」ですねまた資料ナンバー1の「伊特妃」をご覧ください、えー、本文の3行目の上の方に「牧、えー、の子し」「守党」というふうにあの見えるかと思いますが、えー、このことがですね、えー、詳しくこの「 えー、功績として、まあうん、記されているんですね、えー、首都をいち早く領内へ導入しているわけですね。でその際にですね首都の効果を疑う領民の理解をこう得ようということで、えー、藩主がですね自分の子供二2人へ、えー、先に首都を行ったこれがですね本文の7行目のところ。 二四六七行目ですね。えー、少し五六、えー、時行ったところに、えー、試しにですね、小二講師にあのこの主導をして、えー、効果があったと。まあ自分の子供をおにあのまず主導をしてそれで効果があるんだということをこう広めた。まあこれはあの。 えー、ジェンナーもそういうことをしたというふうに言われてますがあのジェンナーと同じようなことをですね、えー、してるんですね。で実はですねあのこの人を行った際に、えー、この人を始めたのが嘉永5年1852年なんですがその7年後安政6年。 に実は被差,差別部落からの願いを受けて被差別部落の子どもたちへも指導を行っています。でこれがですね藩の,、えー、のお日記、えー、に御用部屋日記というふうに書かれてるんですね。 とてもそ死闘をやってですねあの、えー、効果があったということで、えー、今度その得た否認どもへ何卒ご慈悲を持ってその死闘をしてほしいとそういう願いが上がってくるんですがそ,それに対してですね、えー、こういうふうに言ってます。えー、流行島にての天然島でですね 何十いたし相ものこれある趣親子の情愛においては別義これなし嘆かわしく存ずべし異議につきこの度得た非人どもへ主都の義ぎせつけられる、まあ、あの首都を始めた当初はですね被差別ワークの子どもたちはあ除外されてたんですが それから7年後にはです、ね、親子の情愛においてはブラックもそうでない人も違いはないんだということで被、えー、差別ブラックの子どもたちへも指導を行ったというです、ね、あのこういうことをあの親子の情愛においては変わらないということになればです、ね、これ全てのこう問題につながるんじゃないかと思うんですが。 えー、こんなこともですね、あのー、小諸藩ではあこ、まあ、7年,7年、ま、ずれて,て、えー、しまったわけですがそれでも7年後にはですね被差別枠の子どもたちへも死闘を行える、まあ、こういうことが行われているんですね。でこのほか伊徳費にはですねあとは遺徳費ではですねあのひっくるめて、えー まと,まとめて、えー、書かれてるんですが碑文の11行名ですね、えー、上の方にですね「えー、学生を古い推理を通じ脳の農にくわるですね農僧を進むるなど一切前政を虚,虚構せざるはなしと」と、え、さ、ー、まざまな施策をですね売ったと。 例えばですねあの推理対策としてあの今でもこの堤防は生きてるんですが、えー、頑丈な堤防を作ったりですね、えー、しています。それから農林業の新工策としてもさまざまな施策を打ち出しています。で今日はですねその一端として、えー、朝鮮人参栽培のことをあのご紹介したいというふうに思っています。 で、えーえー、本題ですがあのレジュメの2に書いておきましたけれどもかつて長野県のお特産物であったあの朝鮮人参これはあの作地方ではよく薬用人参という言い方をしますそれからあのもともとがですねあの八大将軍吉宗があの栽培をお、えー、進めてですねで我が国でこの 朝鮮人参の栽培が始まるわけですが。まあ、そんなことがあって、あのお種人参。あの。缶からこう種をもらってっていうような意味が込められていると思いますが。お種人参という言い方ですね。で、この表現は、あの、長野県町村市にも。あの、出てくるわけですね。あの、ただ人参って書いてあったり、薬用人参って書いてあったり。あの、お種人参って書いてあったりっいう。これは、あの。 えと馬,の馬が好きだと言われるにんじんと、えー、区別する、まあ、そんなことがあるんだと思いますがこれはあの薬用の人参であるというですね。でこの、えー、朝鮮人参じんのお主な産地は、えー、上田・佐久地方、まあ、東進地方ですね。で1980年代には我が国のお朝鮮人参の 約70%がこの東信地方でまあ栽培されていました。これはですねあの例えばこの近畿大学であの近,近畿大学の薬学部で作った「薬用人参という本にまあ載っているわけですが、えー、多分これが全盛期最も盛んな時代と思います。 残念ながらその後ですねあの中国で、えー、安価なこの朝鮮人参がまあ大量に栽培されるようになって朝鮮人参のまあ値段が下がって我が国では栽培をする人がまあ少なくなってしまったわけですね。ただ,だあの最近ですね小室やその界隈でもあの人参畑という言い方をしますがあの えと直射日光を嫌いますからあの黒い火い,いをかけたにんじん畑があの時々目につくように、まあ、なってきています。で、えー、1980年代にはですね我が国の朝鮮にんじんの約70%を、まあ、東信地方で、えー、栽培していたわけですが。 ではその朝鮮人参栽培が、まあ、いつごろどのようにして始まり広まっていったかということなんですね。でこれについてはですねあのいろんな本に、まあ、このことが記されているんですがあの、えー、大,き大きく分けて2つの説。1つがですね、えー、幕末高年間に 作軍滋賀村の津幸太郎この人はあの赤壁でよく知られるあの神津家の、まあ、一族の方ですね、えー、島崎藤村の、まあ、パトロンになった神津武という人があの赤壁の当主ですが、まあ、その一族ですねその神津高太郎があ苦心の上栽培に成功し、えー、その後佐久地方に広まったんだと。 まあそういう説ともう一つ江戸時代中期の原文年間に五郎兵衛神殿村で栽培したんだとただ作地方に広まったのは志賀村の神津光太郎の栽培成功以後であると、まあ、そういう説ですね、えー、その2つの説をあの代表する本をあの記述をまあご覧いただきたいと思います。 えと資料のナンバー2をご覧くださいでこれがですねあの2つの北作軍誌なんですが、えー、大正4年にあの北作軍誌、えー、があの出版されますそこにですねあの特用作物としてあの薬用人参のことが、えー、記されていまして 本軍特産物中重要なるものにしてですからこの大正期にはですねこの薬用人参というのは北作では重要な特産物だったと。でそれをはじめですね小五藩これを蓼科山麓に栽培したりしが野ネズミの害位を葬りこと失敗に終われたこのことは後でまたお話しさせていただきたいと思いますが。 その後志賀村の人神津幸太郎高科年中苦心経営の結果ようやく功を奏しもって、えーえー、持って普及の機運をいた,しいたししところということで、えー、実はあの小室藩が最初やったんだけど小室藩は失敗したんだとでその後志賀村の幸太郎さんが、えー、苦心して、えー、成功して そこからあの広,広がっっていったんだとで、えー、その次の行ですがあ輸出額あ輸出年額ですね4万6300件価格15万5千円五千四4円と対象の初めでですね、えー、15万5千0 4円という、えー、今のお金にするとどのくらいになるか分かりませんがあの相当の。お えー、収益を上げたとそれでその真ん中に表がありますが表の次のところにもですね輸出先はあのシナ朝鮮内、まあ今,えー、今の中国ですね、えー、あの日本あのこの朝鮮人参というのは日本の農産物の中では数少ない輸出農産物なんですね輸出をするという。 でその次のの次ようにあのオーレンのことが書いてあります。たまたまあのこの間テレビで見たんですがああそのああまあいいか番組名は言いませんがあの福井であのオーレンこれもあの漢方薬で使うオーレンっていうのをたくさん作ってたらしいんですがやはりあの中国であの作られるようになってなんか衰退していたとで最近また少し作ってるんだというようなことをテレビで放送してましたが。 オーレンなんかもあれなんですね。えー、あの、えー、試作したみたいですね。で、これがあの志賀村の高津幸太郎が幕末高華年間にまあ始めた成功したこれが始まりだという説のまあ、えー、比較的早い本ですね。 でもう一つの説を唱えているのが今度は戦後ですね昭和31年に発行された北作軍史同じ北作軍史で、えー、ちょっと違うんですね。えー、で、えー、そちらをご覧いただきますと朝鮮人参は北作軍の特産物として知られているが その栽培はこれ歴,史歴史の本なのに「ようである」「ようである」が何か2度も繰り返されてましてちょっと曖昧な表現なんですが具体的な数字で示されているのは原文4年で五郎兵衛神殿で種を午後巻きつけて150本の人参が置いてあったことが榊代官署へ、えー、報告されている。で、えー、原文以後の状況は不明であるが幕末になって 滋賀村で栽培され明治維新後に滋賀村の種によって軍内に繁殖したようであるとちょっと曖昧な表現になってますで,で実はもう一箇所ですねこの北崎軍師にはもう一箇所この薬用人参に言及したところがありまして、えー、そちらをご紹介した方が良かったとあとになって思ったんですが、えー、そちらではこういうふうに書いてます。後年このの地方の特産物と言われるようになった薬用人参 すなわち朝鮮人参の栽培が最も早いのは五郎米神殿村ですでに原文ごろに,には始めているだけどその後志賀村で栽培されうんぬんというふうになってました、ね、実はこの間100年以上あるんですね100年以上あるんですが始めたのは五郎米神殿なんだとこれが最初なんだと最も早いのは五郎米神殿なんだと書いてあるんですねでえー あの私はあの実はあのこのゴロウイ神殿の古文書をあの収蔵しているあのゴロウイ記念館に長年あの勤務させていただいて実はこの朝鮮人参の,の資料だと言われている資料すべてあの目を通しましたでそれをですねあの資料の3番 四番にあの、えー、報告したものをあの掲げました。えー、ナンバー三資料のナンバー三をご覧ください、えー。原文説の元になった資料というふうに上、えー、げてありますが、えー、これはあの基本的にあの坂の大官書へ提出したもののものですから、あの村に残っているものはそのおまあ 下書き、まあ、あるいは控え,あの控えということになります。えー、なものですから例えばあの一番最初の、えー、原文4年の3月20日のものはですねあの日、えー、3月二十何日なのかなんかその三月二十まで書いてあるんですがその先は書いてないというですね。で冒線を引いておきましたけども原文4年の3月二十日かあるいは二十何日かに この度ぬかごにんじん種、ねえー、午後お渡し下しおかれ候郎ところにっていうふうにありますで、えー、下畑25部のところへまき入れ申しそうつまりこの種はですね榊の大官所から五郎兵衛神殿村へあの与えられたものそれを、えー、巻きつけましたという報告なんですねでその次の覚え これは今年の取り身だと今年5後の実が取れたと言ってるんですが実はその羊11月原文4年の文書もう一つありまして、えー、あのそこに、えー、種ゴンゴをまいて 最初580本置いたったと書いたんですがそれ消してましてね150本に直してるでこの取りですが 5, 5号ですがどうもですねあのこれを見ますとあんまりうまくいかなかったんですね、えー、とその裏書きの方にも「生い立ちらしくその上虫食い」というふうに書いてあるあの朝鮮人参の栽培って非常に難しいようですね であの大官書から5号の種をもらってそれで5号できましたっていうふうに報告すればまあ、じつまが合うんですがそれはうまくいかなくて3号だどっちにしようかって悩んだんじゃないかと思うんですね実際のところは多分3号だったと思うだけど5号もらって3号にしたっていうとうまくいかなかったっていうことになってしまいますからその辺のこの 揺れがですねこの下書きに示されてるんじゃないかそんなふうにまあ思ってるんですがでその次ナンバー4の資料をご覧ください、えー、翌年です翌年原文5年、えー、下畑十分に、えーまあ、種をまいたというまたこれは4月ですね原文5年の4月、えー、でこの「蒔き種3号」って書いてありますからやっぱり実際に採れた えー、実はあのまあ種は三号だったところがその原文5年の11月にですね、えー、当8月3日に早霜にあって鳥居一切ござなくそう早霜で、えー、この三号がもう一切、えー、全滅してしまったでこのお ぬ忍者に関する古文書はですねこ,のここで終わってしまってるんです。えー、ということはですねあの多分、うん、2年間試作,試作したけどもうまくいかなかったということでゴロベイ神殿ではあのこの栽培をやめてしまったということになるんですが。 えー、今ご覧いただきましたように、古文書にはですね、すべてぬかご人参というふうに書いてあるんですね。あの朝鮮人参とか薬用人参だというふうには書いてないんです。つまりあのまあこれが朝鮮人参と同じものなら、あの戦後版の北作君史の記述が成り立つんですが。 あの同じものではないということになると戦後版の北作軍史の記述は成り立たないということになるんですが、えー、実は成り立たないんですね。でそのことはですねもうだいぶ以前なんですがあの今日ここに持ってきましたが「日本人参史という本があります。日、えー、日産でで本に人参なんとかですね でこの「日本人参じ誌」という本の中で、えー、かいつまんで紹介しますとその五郎米神殿で朝鮮人参よりも早くぬかご人んの試作を行った、えー、貴重な記録が村内柳沢家の蔵に残されてるんですからこの「日本人参じ誌」を執筆した方はこの古文書を直接ご覧になってるんですね。で「元、えー、文四年というからお種人人が日光においてようやく成功し」あの。 えと吉宗が八大将軍吉宗が最初江戸の薬園であの栽培をさせてそれがうまくいったっていうんでそれをもっと広げようということであの日光神領に持っていくわけですねでその頃にそれがのつまり成功して幕府がそれの普及に乗り出したばかりの頃であるとこの原文というのはですね えー、お種に人参の話題が世の中に伝わり始めるとそれに便乗してぬかごにんじんを宣伝し出し,し,したものがあるんだと宣伝しこれは違うもんなんだということで、えー、こういうふうに書いてます藩の役員にそれを植える城主ぬかご人参ですねで農村の中にもそれを試作するものが出てきたと今や評判のお種人参というのは実はこれのことだと思い込みいち早く種を仕入れて 試試し作作り、試作にかかったで五郎兵神殿もその一つであった柳沢家の文書によるとぬかんごにんの栽培法が記されており五合の種をまいて15本発芽したことも書かれてでこれはですねあ、まあ、あのこんなことを言った失礼かもしれませんが日本人参史の著者はあの柳沢家の文書を見たことは見たけども多分あんまりよくは読めなかったということであの栽培法はあのご覧いただいたように。 記されていませんし、十五本ではなくて百五十本です、ね。まあ、それはまあ余分な話で、ね。で、こういうふうに書いてます。新州における朝鮮人参栽培の歴史を。ここから始まったと見ることはできないが。志賀村における神津幸太郎の。お種人参栽培に先んじて。すでにこのようなぬかご人参の試作が行われていた事実は。この、お、郷の祖先たちが。極めて早い頃から人参栽培に。 大きな期待をかけていたことを物語っている。いうことでですね、実はあの1968年にはすでにこれは違うよということがこの日本人参氏によってあの指摘されてたんですね。あのにもかかわらずあのこれより後にですね出版されたあの論文だとかえなんか大きな年表の本だとか。 それから、あのー、作のですね市町村史類ですねそういうものに、あのーあのー、この五郎兵衛神殿で始めたのが最初なんだっていうことが書かれてるんですね。でそれはですね多分戦後、あのーえー、版のあの北作軍史っていうのは、まあ、定評のある歴史の本ですからおそらく北作軍史に書いてあるから 間違いないだろうと。まあいうことで皆さんがあの、えー、きちんと検証しないでですね、えー、載せてしまったんじゃないかというふうに思ってます。ですからまあそ,そこはぜひあの気をつけていただきたいと思いますが。えー、でどうしてですねあの日本人人紙の著者がこれは違うんだということが言え,言えたかっていうとあの朝鮮人種のことについてよく知っている方ですから。 これはぬかごニンジンは朝鮮人参とは別の植物だということでこういう指摘ができた。でこのことについてはですね実はあの三牧原にあの、えー、長野県のニンジン試験地というのがありましてそこの,あの城長さんにあの私も教えていただいたんですが、えー、この今ご紹介した文書をですね、えー、よく見ていくとあの これは朝鮮人参とは全く別のものもであるということがあの分かるんですねで一つはは、ね、朝鮮人参は蒔いたその年のうちに実をつけることはなくてまれに2年目通常は3年目にならなければ実をつけないところがこれはもう毎年実をつけるという,うわけです、ね、ところがぬかご人参は春にまいて秋には実をつけていたとこれによって朝鮮人参とぬかご人参とは別の植物であることが分かるんですね。 2、えー、つ目、8月3日、これ旧暦の8月3日ですね。ということは、あの1か月ほぼ1か月遅れとすえば9月になるけ9月の早霜でぬかご人参が全滅したと書かれていましたけれども、朝鮮人参は7月下旬から8月上旬にあの綺麗な赤い実、えー、をつけるわけですね。ですから、旧暦8月の早霜で全滅するようなことはないと。 まあ、これによっても朝鮮人参と糠粉人参が別の植物だということがわかるわけですね。それでは糠粉人参とは何かということになりますが。あの牧野富太郎さんの植物図鑑。ですね、を見ますと。ええー。糠人参、あの。何ぬねのぬぬじゃなくて、まみむまみむめものむ。ですね。糠粉人参っていうのが載ってるんですね。で、これと、あの糠粉とに。 ぬかごっていうのは同じですね。あの感じて当てれますとあの零よしゼロゼロの余るこ零よしという感じが出てるんですか。で、そのぬかご人参ぬかご人参はセリ科、朝鮮人参はあのウコギ科ですから明らかに両者は別の植物ですね。ただ実はですねこの牧野の,の植物図鑑に 時にはこの植物を薬用人参と偽ることがある。なんかにどうもど,どっか似てるところがあるらしくて薬用人参と偽ることがあるというふうに書かれてますがただあの五郎兵衛神殿の古文書ではですねもう明らかにぬかご人参って書いてある。えー、ですからあのこれはもうぬかご人参として、えー、試作したということになるだろうと思います。それとあの日本人参史では五神殿の農民がなんか 飛びついたというふうに書いてますがこれは代官書からあの与えられてるわけですから代官書から作ってみろと言われて作ったということになるかと思います。ということでこの五郎米神殿村でえ始めたという説は誤りということになでそうしますとそのお高架年間に志賀村の光津高太郎が 始めたのが最初ということになるんですが、えー、とナンバー5資料のナンバー5をご覧ください、えー、今年、えー、私たちはあの長野県町村市をあの皆さんに、えー、もっとお見ていただこう、活用していただこうということで、えー、皆さんで分担してあの、えー、見やすいようにしようという、まあ、作業をしている。 ですね、あの北作軍の文の、えー、とナンバー5に挙げたのは志賀村の功なんですが因外とつまり求められた記述ではないけどこれは特別に書いておくとことで、えーまあ、言ってみれば特起事項としてですね国益というのがあって、えー、朝鮮人参は夜州日光万州会津あのー えー、あとは島根ですね一番多いのが日光それから会津それからあの島根で、まあ、作られた。ねえー、でその日光と会津のほか培養現金大使がって書かれてますがこれはですねあのー、この町村市の志賀村の原稿を書かれた人の誤解だと思います。というのはですね、えー、こあのーえー 現金とといいうことにななってないんですもっと広めようというのが幕府の姿勢なんですね。えー、この記述ではその次のところに天保14年これを養育すべきの布告あり天保14年にあの布告があったんだって、えー、書かれてますが実はもっと前からあの全国各地で、えー、栽培は進められてで長野県内でもですね、えー、あちこちで、えー、栽培されてますので。すが ですからここは、まああのえー、やや誤解があったかなというふうに思いますがまあそのここではですね、えー、天保14年にあのこれあの朝鮮人参を養育しなさいというそういう布告があって志、えー、賀村では初めてこれを作ったとすなわちその順序さのとし甲賀元年2月本村光図光太郎なるもの朝鮮人参種を 野州日光新寮長畑村高村銀右衛門より29粒を求めてこれをまくなんか29粒っていうのはどう,どういうことかなっ <laughs> てちょっと気がするんですが、えー、非常に大,大事な種ということであれですかねでまいたとだけどもうまくいかなかったと翌年今度はあ種1号を求めてまいたけどもあんまりうまくいかなかったと。で、培養その方を得ざるに あの栽培方法がよくないだろうということで、えー、同年7月野州にいたりその方法を学び、えー、種を求めようとしたんだけども種を求めることはできなくて密かに4年3年1年生の数十根苗をですね求めて培養したと。えー、でらに効果、えー、3年種を5合また購入してやって えー、巻いたたけどかかなかったとで4年後期四4年会津にいたり人参会社係青木三十郎より種5合をこいこれをまいたですからあの日光から分けてもらったものはうまくいかなかった会津の種が、まあ、うまくいってや,やや成長するを得たり次来年々詐称の種をまく皆秋秋秋、えー、りと。でえー 行飛ばして安政三年よりようやく値大きをもって文久年間に至りては培養、えー、いよいよ大子すなわち宝君近くは隣村遠くは数軍数国に伝播するに至るしかして皆これを横浜に運送して、まあうん、中国人に、えー、秘策と販売するとであのー、この町村市の志賀村のう のこれ志賀村の町村紙は、えー、明治11年に、えー、書かれたものですがあの製造物というところに人参1万5,000斤余り質上等ことごとく皆信濃の国、えー、輸出あの中国へ、まあ、輸出しているというですねあのおそらくこの幕末に孝、えー、太郎さんが、まあ、栽培に成功してその方法が皆さんに 広められて、えー、それから20年20年まで経ってませんかね志、うんえー、賀村ではですね1万5,000も収穫してそれを中国へ輸出すると、まあ、そういうふうになっていたていこですね。で、あのー、これはですねあのわずか20年前ぐらいのことですからこの町村市志賀村のうを執筆した方たちも多分実際に知ってたんだろう と思うんで,す、ね、であの、えー、この孝、えー、太郎は金左衛門っていう,う名前を名乗ってるんですが金左衛門があの書いたあの文書も一通、えー、だけあの残,す残されてまして、えー、そこにもですねあのうまくいったんであのせあの広く栽培したいと、まあ、そういうことが あの記されているんですねですから佐久、まあ、地方で最初に、まあ、栽培に成功したのは、えー、この志賀村のお神津幸太郎であったということで、えー、あのい,い,いいだろうというふうに思っています。 ただあの、大正版の北佐軍紙にちょっと書かれてましたが、あのその志賀村の神津高太郎が成功する前に、実は小諸藩で栽培を試みて、えー、かなりいいところまで行ったみたいなんですね、それが分かりましたので、それも紹介させていただきたいと思います。えー、とまた資料のナンバー4に戻っていただきます。 資料のナンバー4の、えー、左側ですね「えー、小諸藩の家老牧野成広の日記天保7年6月9日の上にですねあのこういう記事があ,あったんですね、えー、中山三右衛門という家臣に宛ててですね右、えー、はかねて五か年以前より山内利右衛門へ人参種植え付け付、えー、けおかれそろうところ この説、身も多分につき、あのつまりですねこの天保、えー、7年の5か年以前ということですから天保2年ということになる、ねえー、その時にですね天保2年に山内利恵門という人にこの人参種の植え付けを命じたところ、えー、最近になって、えー、うまくいってるので。 当年より小金井宗雄古屋敷へ多分に植え付けをつけられたくとそれをその栽培をもっと広げると小金井宗雄という人の古屋敷へもっと広く植えると、まあ、藩の役員にしたみたいなんですがでそのためにですね利右衛門一人にては何分手も回り金宗楼につき愛しと呼うんだろうと思いますが 仰せつけられ候の間。二回用にもいたし、リエモンと申し合わせ。作り候を申したし候のところ。を受け申し上げそう。あの山内リエモンに。施策を命じたたところ。かなりうまくいったんで。えー、もっと手広く栽培をすることに。ついては、えー。中山さんへもお前も。山内リエモンと一緒になって。ええー、人参栽培をしなさいというですね。 えー、でただ残念ながらですねあの天保2年っていうことが考えられましたので天保2年の日記その前後の日記をかなり調べたんですが山内理恵門に命じた時の記述は今のところ見つかってないんですねただあのまあこれが天保2年だとすると最初にご紹介しましたように。 えー、旧大藩主泰年が、えー、小諸藩主になったのは天保3年ですからあの全ての成果が泰年の成果ということではなくておそらくその前からもこういう試みが、まあ、行われていたということになるかなというふうに思います。で、えー、資料はあげませんでしたがあの。 実は天保13年にですね、えー、と今ご紹介した資料が天保7年ですがそれから6年後なんですが天保13年の御用部屋日記小室藩の御用部屋日記にですねこの中山三右衛門と山内利右衛門が小杉って言いまして、ね、小杉紙あの花紙などに用いる紙だそうですが一締めずつをですね えー、これをあの多分、人参係にいて、えー、このたび正上げ総楼につき、右の通り下され総楼、つまり人参栽培に、えー、尽くしたのでほ褒美としてこの小杉紙をお与えると、そういうのが出てくるんですね。あの褒美をもらってる、ですから、天保13年にもまだ栽培が、まあ、行われていたということですねそれから。それからまた少し後と、嘉永6年。 えー、山内利恵門にですねあのこういうのがこれは家老の,の日記なんですが、えー、右は塩の人参畑へまかり越し騒々手も苦しからず騒々やうかがい騒々を得た、えー、許可をしたと。ということはですねこれも何年に塩野に移ったか分かりませんがその最初小諸の町の中でこう栽培していた人参が あのかなりうまくいってでこの塩野っていうのはあの今御田町になりますがあの小諸藩のお囃子藩有林があったところなんですね。でそこに今度はどうもさらに栽培面積を広げたんだと思うんですね。で塩野のお囃子塩野人参畑って書いてありますから塩野へ人参畑を作って、えー、栽培を始めるで山内理恵しが そこへ行ってもいいかという伺いを出してきたんで行ってい,いよとそういう許可をしたと、ね、そ,それからまたあの少しあと安政6年になりますが今度はですね長谷川段也という家臣がですね「えー、右は蓼科へ人参を巻おまきこみお試しにつき」と。えーえー 蓼科山へ行ったとそういう記事があるんですねですから塩野の人参畑がうまくいって蓼科山,山麓も小村藩のお囃子藩よりになったところそこへさらに広げたみたいなんですねだからかなりいいとこまで行ったんですが、えー、と資料ナンバー4の最後のご覧ください。 えー、小室藩の御用兵日記の文久3年1863年ですが一、えー、つ金470両荒町柳田御兵この柳田御兵というのは、えー、城下町小室の余力商人なんですがその人がなんと470両もですね、えー、右は蓼科山、えー、人参御ん施策御用達へ差し出しを競うとか。か えー、柳田芳平はですね470両もその人参の試作のためにまあこれ寄付をした寄付をしたのかな差し出しておいたってのは分かりませんで、ね、貸したのか分かるところが当春花月よろしから花がうまくつかなかった御配止につきどうもここでですね、えー、小諸藩の人参栽培の試みがあの頓挫してしまった。まあ、あの北津君はですね ネズミの害をこむりあの小諸藩が蓼科山麓に栽培したんだけどもノネズミの害をこむって失敗したっていう2回はその失敗の理由がちょっと違うんですが花こっちはあの花づきが良くなかった、うん、分かりませんがどうもこの辺まで行ったところで残念ながら失敗してしまって、えー、ですからこれがあの成功していればですね 佐久地方で人参栽培をに最初に成功したのはまあ小室藩だとまあいうことになったんですが、えー、これはどうも失敗してしまってもうそ,それとほぼ同じ頃に志賀村の神津幸太郎が成功してそれが広がっていったで実はですねあのそれと同じ頃なんですが、えー、と資料のナンバー6をご覧ください。 あのこれこそあのパワーポイントが使えればあの後,ろ後ろに大きく写真を写してご覧いただきたいところなんですがあの、えー、と一番下の写真こういうです、ね、あのあのこの前あの写真を撮ってきたんですが素晴らしいカラマツ林があるんですね。で、えー、そのカラマツ林の入り口のところにあのこういう案内板が立っているんですね。日本最古の 松人工林、えー、ここからのさらに4 0 0ル歩いて山の中に入っていかないとこの下の大きなあの、えー、大きな写真の唐、えー、松の人工造林のお場所に行けないんですがでそこまで行きますとですね、えー、やはり説明版がありましてね「えー、浅間山唐松希少個体群保護林保護林」っていうんですかねちょっとわかります保護林ですかね。 えー、浅間山の南緑の緩やかな平行斜面に海永3年に植栽されたと伝えられています我が国では最古の唐松人工林であり学術的に貴重であることから保護林として設定していますというですね、えー、これはあの林野町の中部森林管理局が中部森林管理局の東進森林管理所が、えー、昨年の4月に設置したあの案内板ですね。 でこの説明版にはですね「開営三年」というふうにはっきり書いてるんですがじゃこれが確認できませんでした。ナ、えー、ナンバナンババー資料防線を引いておいたところをご覧いただくと小諸藩は蓼科塩野などの大森林を有志子を持って藩に山林奉行を置き、えー、植え継伐採などをなさしめたという。その おをです、ね、あの大事に管理してたと、ね。で、えー、つ次の防戦の部分安政の頃小諸藩は寮内油なヒノキ松さわ唐松ここに唐松が出てくるんですね、えー、竹漆えぐさにんじんをににんジンも,も出てくる野菜の植え付けを奨励せりとその奨励分さのごとしということで安政4年の小諸藩の御用部屋日記に あの木植え込みでその1行目の下の,下の方に「お囃子はもちろん」ということでそれであの線を引いておいたところですが、えー、そのお囃子だけでなくてとにかくあの高知高知っ荒地ですね荒地とか廃地、えー、そういうところにもこのヒノキ松サワラカラマツ漆など植え込みをつけられた。ということであのこのし積極的にその 植林政策をしていたでそれがあのこの見事な「ら松林」として今その残されているということですね。ですからあのとてもですねあのこの時期小室藩は積極的にあの、えー、農林業、まあ、農林業だけじゃなくてさまざまな施策を打ち出して その危機の時代を今ま乗り乗り越えようとしていたということになると思います。で、えー、最後の資料の八をご覧ください。長野県町村市の各村のその産物のところですね。これ今度あのすべてインターネットであのご覧いただけるようになるんですが、それをそこへ書き出してみました。 豊昇、えー、村以下ですね、えー、まあ豊昇村なんかはまだ少なくて250なんですが、えー、そこ上からですね2468つ目志賀村があります、えー、先ほどご覧いただきましたが、えー、1万5,000金余りですねそれからですねあの線を引いておいた北作郡と南作郡分けておきました南郡のの方で線の すぐししたあのた、ー、じゃない2つ目ですね内山村これがですねすごい量なんですね7万5000均これはあのちょっと計算して出したものなんですが7万5000均横浜港へ輸送と横浜港から輸送ですけど横浜港へ輸送とそれから一つ置いて田口村これが1万金でこの表の中ではですね、えー 一番多いののは内山村の7万5千で2番目が志賀村の1万5,0003番目が田口村の1万ですね。ですがそのほかもうあっちこっちの村で北作南作のあっちこっちの村で人参を作っていたことがあの理解い頂く。で実はその後この人参栽培が小さ方地方へ広がっていって。 あの以前マル子にあの人参農協っていうのがありましたねにん、えー、人参を、えー、名称に使ってたあの農協があったまるあ,あたりで盛んに作られるようになったただこのお町村市があの記された明治10年前後ではですね、えー、まあ私が調べた範囲では、えー、小さ方郡の大門村がええー 金和田村が、えー、3,813金これ柵軍の商人販売ってありますから作を通じて多分横浜へ持っていくというと、まあ、ですねそれから小阿蘇が350金あと一つど,どこだったっけなあの、えー、と栽培してるっていうのがありましたが産物としては上がってないそういうところがあるんですねですからこれを見ると最初志賀村で始まってそれがその近隣に広がっていく でまあ、北桜から始まって南桜へ広がりあるいはこの大門とか和田っていうのはもう北桜に近いところですからそういうところへ広がってそこからさらにあの東,進、まあ、東進というか小さかった上田方面へまあ広がっていったと、まあ、いうことになるかと思います。こ、えー、この結結果果でですすねねうした結果です、ねえー かつてあの長野県はあの人参王国と言われた時代があるんですね、えー、人参王国長野県があのこういう,う藩主藩士あるいはあ庶民一般の人たちさまざまな人たちのお苦心の末に、えーまあ、栽培成功しそしてまあ人参王国長野県があ形成されることになった。まあ今日は そのの始ままりのところをお話しさせていただきました。だ、え、き、ー、十,十分お話ができたかどうか分かりませんが、あの時間になりましたので、ここで終わらせていただきたいと思います。あの熱心に聞いていただいて、大変ありがとうございました。終わります。